よし、ミラー兵卒。君は9番アイテムを7分13秒吸った。これから君に質問をする。気分はどうだ？そうですね。なんて言いますか。バターの一かけらが、パンケーキの上で、溶けていくような感じです。はい。それではミラー兵卒、上官のことを思うとき、どんな感情が湧いてくる？ミラー兵卒、普通の反応か？ミラー兵卒、ミラー兵卒、ミラー兵卒、質問に答えて。消えちゃいました。これつけてくれますか？今人をやる。うわすげえ。ミラー兵卒、質問に答えて。どんな質問でしたっけ？上官のことを思うとどんな感情が湧くかだ。だから自分がうんざりしてんのは見かけだけで、中身がすっからかんの軍隊。要するに一つは野郎ばっかり。女いないのか？二つ目、なんで我々地下にいるんですか？なんでオープンにしないの？公の場所でもうみんなに知らせればいいじゃないですか。9番アイテム言っちゃいましょうよ、世間にズバリ。これもうすっごいですよ。どんだけいいんだ9番アイテム。ええ、そう、もっと真剣にやれ。真剣です。あなたのペニス、俺の口。不適切だろう。ファッキー野郎、もう十分だ。中止しろ。入り口を埋めて土地を売り払い、奴を処理しろ。なかったことにするのだ。その目どうしたの？あら、あら、ピーカシャ、カカピー、カカピー。言ってることわかる？おい、どこ行くんだ？なんで銃なんか。ブラッド将軍だ。9番アイテムの結果が出た。違法だ！いいよ、サムだよ。おはよう、こちら KRAD。 今の電話完璧な理論だったね。じゃあ次行っちゃおう。はい、次はデール・デントン。よう、サム、オタクの大ファン。かけるのは初めて。言いたいことは、どうぞ。5年以内にマリワナが合法化されなかったら、俺もう人間を信じないから。以上よ。みんなマリワナ好きだし、何千年も吸ってきたし、この先もやめないだろう、当分。それに吸うと飯はうまくなる、音楽もよく聞こえる、セックスも良くなるじゃない。アホ映画も面白くなるし、だろ。